それでは発表させていただきます。私の研究室では、単眼カメラのみを用いた自律走行に関する研究を行っています。で、自律移動ロボットだとか、自動車の自動運転とかでは、3次元ライダーだとか、レーダーを使う手法が多いんですけれども、特徴としては本当にもう、現在我々が実験しているレベルでは、もうウェブカム一つでロボットを走らせています。で、着眼点は何かと言いますと、最近深層学習の登場のおかげで、意味論的領域分割、セマンティックセグメンテーションの精度が非常に向上してまして、実画像を入力して、このようなセグメンテーション画像を得ることができます。例えば、人間が見るとここが歩道で、筑波チャレンジとかだとここ歩道を走るんですけども、走れる領域と、障害物、あと入っていけない芝生の領域みたいなのがわかる。で、そうすると、走っている領域に沿って自分が進む、まっすぐ進むということが、簡単にできるんじゃないかというのが最初の着眼点です。で、ロボットを走らすためには、あらかじめルートが決まっていて、特定の交差点で曲がるってことをしないといけないんですけども、そのルート情報を、その交差点とその接続情報のみで持っています。で、基本、持ってる情報は、どこが分岐点かと何がつながってる、どこでつながってるのかと、その中でロボットがどう走るべきなのかっていうルート情報をあらかじめ入れておいて、これ入れておくことで、この分岐点の間で道なり走行を行って、で、分岐路に到達すると適切に方向転換することでロボットが走れるようになります。実際にこれは、2020年ですかね、の筑波チャレンジで走行している時の様子なんですけども、このように分岐路に到達すると、そこで向きを変えて、適切にあらかじめコースが定められているので、そのコースに沿ってロボットは走っていきます。センサーとしてつい、あの外界センサーとしてついているのは、ロボットの上に搭載されているこのウェブカムだけになります。こんな感じで走っていてですね。実はこの時は、我々の手法、セマンティックセグメンテーションに強く依存するので、ちょっと、セマンティックセグメンテーションで、道路が見えなくなると、ちょっと引っかかってしまうという問題があって、現在そこは、研究に取り組んでいるところなんですけども、確認走行区間の、入り口、あ、出口のそばでですね、ここで、芝生と、ここの走行可能領域の境界を、うまく見えなくて、ちょっとここで止まってしまったんですけども、基本的にはこのように走れるようになっています。ただしですね、まだまだちょっと、改善すべき問題があってですね、うまくいけばいいんですけども、3次元ライダーみたいなものを積んでないので、自分自身がどっちを向いてるのかっていう姿勢推定が甘いっていう問題がありますね。例えば、ここで、右に曲がるっていう情報があらかじめあったとしても、ここで、分岐路に入ってきました。ロボットは右に曲がります。こっちに行けばいいんですが、もし、ロボットが分岐路に入ってきたときも、例えば、障害物だとか他のロボットを避けるために、回避行動をとって少し向きが変わってしまった。ここでさらに右に曲がろうとすると、違う道に入っていってしまう可能性がある。そのために、我々は、ロボットのその姿勢をもう少し厳密に推定しようと考えています。で、現在ですね、分岐転換では、道なり走行を行っていて、制御目標点っていうのを用いて、ここで道なり走行をしています。で、障害物を探すのに、まずここで、走行可能領域を見つけて、その次に、走行の、この点を目指して走るってことをするんですけども、もし障害物があった場合には、それを回避するような、回避するために、障害物からの距離を取るように、この目標点を設定し直すというので、ロボットの制御を行っています。で、今この直線上の、一本の道では走れるんですけども、これが、例えばここで右に曲がろうとしたときに、このままではうまくいかないので、
今回はですね、拡張、この今までの手法を拡張することで、前方の道と真横方向の道と、それぞれ、認識してやって、この分岐路で、例えば右に曲がるのであれば、右の道に沿って進むように、この制御目標点を設定し直すことで、方向転換を適切にやってやろうというのをやりました。で、そのためにですね、使った今回提唱する技術が、バーチャルライダーという技術になります。で、バーチャルライダーとは何ぞやっていう話なんですけども、二次元ライダーだと、この、北洋のやつを貼り付けてますが、この水平面上で、距離を測ることができます。で、同じことを画像情報だけを使ってやろうというのが我々の取り組みになります。で、意味論的領域分割の結果に対して、ここからですね、ライダーのように、走行可能領域の境界点を測ってやると、どこが走れるのか、で、そこまでの、距離がどうなのかっていうのが見えるだろうと。で、このバーチャルライダー信号が取れると、モデルをフィッティングすることによって、あらかじめ、道路のモデルを作ることができるので、どれだけ、このライダーの、中心線がずれてるのかってことで、ロボットが、走るべき道路に対してどれくらい方位がずれてるのかってこともわかると。じゃあ、どうやってバーチャルライダーをやってるのかって話なんですけども、そもそも単眼カメラを使っているので、普通は通常距離が取れないんですが、カメラの取り付け角をあらかじめ固定しておきます。そうすることによって、水平な地面に対しては距離がおおよそ見積もれると。坂道だとかだと、多少対応しないといけないんですけども、現状はまずは平面に対してやっています。で、路面に対する振動情報はカメラのパラメータが分かると事前に計算できることができるので、振動情報を持っておいて、で、さらに、我々、セマンティックセグメンテーションを使ってますので、セグメンテーションの結果を組み合わせてやって、この距離の情報と意味論の情報を使って、真上から見たような俯瞰画像を、作成します。で、ここの、ちょうど境界に当たる部分が、作成した俯瞰画像だと、ここに相当しています。で、実際に、やってる映像なんですけども、例えば RGB 画像に対して、先ほどのデプス画像を使うと、こんな感じで俯瞰画像が作成できます。で、この RGB 画像に対応する意味論的領域分割の結果がこうなりまして、こいつに対しても同じように俯瞰画像が得られますよ。で、この結果を使って、バーチャルライダーをやっていきます。で、バーチャルライダー、先ほど言いましたが、この今作った俯瞰画像に対して、このバーチャルライダーの原点から、自分がロボットがいるところを原点として、そこからこの境界までの距離をずっと測っていきます。そうすると、こういう、ですね、ライダー信号を模したような、自分からの距離までの、角度ごとの情報というのを得ることができます。で、こいつをですね、直線の道を元にモデル化してやって、フィッティングしてやると、こういう感じでですね、緑の点がバーチャルライダーの観測点になります。で、そして、ここに、直線の道だっていうことを元にモデル化した式を使って、パラメータ推定を行ってやると、このロボットがどっちを向いてるのかっていう情報が得られるということになります。で、実際に道をどうモデル化してるかって言いますと、ですね、道がこっち向きにあったとしたら、平行四辺形、理想的には平行四辺形なんですけども、実は、
ロボットに搭載したカメラって視界が限定されているので、平行四辺形のこの点線になっている部分が見えません。で、ここを外したこの、緑色の部分ですね。で、この視野に対して、この緑色の部分のみをモデル化した、モデル化を行っています。で、ここの青い線が視野になっていて、ここの緑のところが実際に見えてる点になります。で、何も考えずに平行四辺形でモデル化してしまうと、バーチャルライダーのこの平面では、このオレンジ色の点になってしまうんですけども。で、こいつを、実際には計測した誤差を最小化するようなパラメータ推定を行うんですけども、まあ、そうすることによって、道の傾き、で実際に、この道に対して、左側、右側、あと、見えてるところの長さですね。ここが、モデル化することができます。で、道の傾きを道に対するロボットの方位として、まあ、推定するということになっています。まあ、実際に、観測地に対してフィッティングを行った結果になります。で、次にですけども、まあ、我々の手法では、まあ、バーチャルライダーやるときに、先ほどの例だと、その動的な障害物ないんですが、実際に行うときには、動的な障害物も、うまく扱ってやらないといけません。で、動的障害物っていうのは、実際にフィッティングを行うときには非常にノイズになってきます。なぜなら、道の形状というのは、何も障害物がない、まあ、平行四辺形で視野で見えないように削った形になっているので、変な障害物があったりすると、そこで、道の形が変わってしまい、フィッティングできなくなるんですけども、今回そのイミリオン的領域分割を使ってますと、まあ、ここの境界が、その動的な障害物との境界だっていうことがわかるので、そこの値をわざと無視した、フィッティングを行っていますね。こうすることによって、道の形状の情報がうまく捉えられて、まあ、ロボットの方位推定、姿勢推定が非常にうまくいくという結果になっています。で、このバーチャルライダーの信号を使って、道の形状推定を行い、そして、その先ほど少し説明した分岐路において、この直線と、まあ、今のバーチャルライダーの技術を使うと、この場合だと、こちらの直線と、こちらの直線と2本道が見えます。こっちですね。バーチャルライダー空間で見ると、正面の道と右側の道が2つ見えるんですけども、まあ、その時に、まあ、進路を適切に選択して、そこの、例えばこの場合だと右に曲がると決めて、そこに制御目標点を置いてやることで、うまく方向転換ができるようになります。で、実際にこう直線モデルを2つ用いて、分岐路モデルを作ってる、これが例になります。正面の道路、あ、正面の進路と、右の進路になりますね。で、それぞれで、パラメータ推定を行ってやって、それぞれの道がどっち向きにあるのかっていうのを見てやる。で、そして、その後で、ルートを選択するって話ですね。で、まあ、バーチャルライダーで、この白の道と黄色の道が、推定できる。で、今回はルート情報と照らし合わせて、まあ、進行方向と合致する道を選択するという、処理を行います。この場合は、右を選択します。で、そして、先ほども言いましたが、この選択した進路内で、道なり走行を行うという処理です。で、ここで、まあ、どうするかっていうことなんですけども、まあ、普通上は、道を見つけたら、そこに制御目標点を設定するんですけども、今回は、バーチャルライダーで推定した、ここの、道の外形ですね。外の、外接領域って言うんですかね。外側の領域の中に、この情報を使って、そこの、真ん中に制御点を置いてやると。で、ただしですね、こう、
分岐路で曲がろうと思うと、ちょっとこう、角が問題になってくるので、そこを回避するような処理を行っています。で、よいしょ。まあ、今回は、ちょっと昔の手法だとですね、障害物があるかどうかを線で見てたんですけども、もう少し、広く、領域で見てやる方式に変えまして、で、これで、ここがまずいので、制御目標点を少し修正することで、こっちに進んでから、こいつが見えなくなると、徐々にこの道の真ん中に移動方向を変更していって、走行するという方針になります。で、実際に、この新しい、分岐路での制御手法を生田キャンパスで実験しましたので、それを紹介させていただきます。こう上から見ると、こういう交差点があるところで、右折、左折。で、こう、交差点の端から、まあ、2メートルぐらいのところにロボットを置いてやって、でですね、まあ、ロボットのその初期進入角度がずれてるときが、まあ、まっすぐに、こう、0度に置いてあるときは、まあまあ、特にこんなことしなくても走れるんですけども、今回のその姿勢推定がうまく機能していることを確認するために、右に45度、60度、左に45度、60度傾いた状態で進入したときに、適切にロボットが向きを変えれるかっていうのを実験しました。で、今回はですね、我々の手法だと、ある程度のその道内走行するときに、多少道路に対して角度がついていても、その道路に対して道なり走行することができるので、右に30度から左に30度までは、ずれていても OK だっていうのを成功条件としました。ちょっとここを飛ばします。で、実験結果になります。で、まあ、60度っていうのはですね、かなりきつい角度になるので、若干失敗することもたんですけども、マイナス45度から45度に対しては、実験10回のうち、10回とも成功するという結果になっています。60度の場合は、まあ、3回しか成功しなかったり、まあ、1度も成功しなかったりということがあったんですけども、実際に、その例を示します。で、まあ、今見ていただいたように、もともとこう右に向いてずれた状況から交差点に進入してしまっても、そこで左折するっていう指示があったときに、今適切に左折できました。同じくこれ右折ですね。こちらも、左に、結構な角度がついた状態でロボットがスタートしても、バーチャルライダーで進路を見てあげて、適切に進路変更することができています。で、逆に、失敗してしまうような状況なんですけども、まあ、直線に対、進行方向に対して、まあ、60度右っていうと、まあ、かなりこれぐらいの角度になってしまうんですが、まあ、もしこれくらいの角度になってしまうとですね、まあ、残念ながら、ちょっとここが、交差点のところの進路推定、まあ、バーチャルライダーがうまく機能せずに、ちょっと変な方向に曲がってしまうという問題があるんですけども、まあ、45度ぐらいのズレまでだったら、動くっていうことが実際に確認できています。最後に、生田キャンパス内での走行実験の結果をお見せいたします。ですね、まずこの下に見えている、これはですね、交差点を検出するための手法になります。で、こう実際にあらかじめ登録してある画像と、今いる、画像を見比べてやって、ちゃんとチェックポイントを通ってるかどうか。で、交差点に到達すると、ルート情報に従って向き変えるということをしています。で、これが、こちらがこう外からカメラで撮った図で、これがロボットに積んであるカメラの画像。で、実際に、これがロボットが走るときに見ている図で、あ、今がちょうどバーチャルライダーで画像を見て向き変えたところですね。で、この赤いのが制御目標点になってまして、この制御目標点を目指して、ロボットを走るようになっています。で、下がちょうどこうバーチャルライダーの信号になってます。で、ここでまた分岐路に来たので、分岐路に来て左に曲がるという動作をしています。
で、ここでもですね。ここでも、バーチャルライダーで、道を推定して、左に曲がると。で、先ほどはこの同じ交差点に来たときに右折したんですが、あらかじめルート情報を持っているので、今度は同じ交差点で左折して通過するという動作ができています。はい。そして、先ほどはここ左折していったんですけども、こちらもルート情報が事前に入っているので、そのルートに沿って進むという処理ができています。はい、一応、内容についてまとめさせていただきますと、バーチャルライダーを使って、その分岐路の形状推定を行うということを、提案しました。それで、ロボットの姿勢を推定することで、交差点での方向転換も適切にできるようになりました。で、走行実験で有効性を評価しました。でも想定される用途としては、ロボットの自律移動、車の自動運転。あと、この技術、屋内でも使えることが分かってますので、工場内でのロボットに使えると思ってますし、また、運転支援ですね、にも応用が効くのではないかと思っています。で、技術移転先としては、自動車関連のところだとか、ロボット関連のところもあるんですが、特に今回我々が使っている手法はですね、セマティックセグメンテーションっていう計算コストを非常に使う手法を使っているので、そういうプロセッサーを作っているような半導体メーカーさん、あるいは半導体メーカー使っ、その半導体使ってシステムを組んでいるような、ベンダーさんに対して、その、アプリケーションだとかソフトウェア、あるいは API として、提供できるような、そういう、環境が作れればと思っています。本技術に関する知的財産権はこちらになります。じゃあ PCT 出願も、しているところです。で、問い合わせ先なんですけども、明治大学の生田研究知財事務室までお願いいたします。私からの発表は以上になります。